次は中馬さん。全部止まったんだよ。小川さん、すいません、ライトお願いします。新曲だろ。今日はライト活躍する。今日カーブ少ないですよ。内角の低めがいいとこ決まってるよね。うん、サーブがつば抜けてるんですね。コントロールがすごい。9番ですか？ここも当ててくる。池田さんね。池田さん、重要な人はこの俳優たち。何してきた？これいいんだよ、10秒後ぐらいに押してきたじゃねえか。これがいいんだよ。それが取れないじゃなくてさ、そろそろ気がつけよ、お前。メガネを取る。メガネ買いましょうよ。プロの選手メガネ取れないよ。メガネ取れないよ。メガネ取れないよ。メガネこれ6000円とかで来週買ってこいよ。そう、これタイプ買わないよ。焼肉の前に買った方がいいですよ。焼肉食わせないかな、この野郎。焼肉が来て焼肉をお預けなかったから。それは最悪だ。焼肉が来て、お前、ポテトばっかり食わせてくるな、この野郎。バーベキューとかですね。いや、来週あれですよ。28日は。焼肉食べ放題ってもうサラダばっかり食わせっかな。来週の話よりこれバッター応援した方がいい。いや、頑張ってよ。メガネ買ってこいよ。メガネ買ったらいいよ。多分もう度数もかなり落ちてるよ。あんな10秒後に落ちてくるから絶対取れない。師匠ね、ボール取る時ね、ここでやめなんですよ、上じゃ。顔面の前で取れないから、師匠こうなってる。いはい、手出してご手。これは熱いですよ。おー、ダイヤ。オッケーオッケー。よしよしよし。あれはヒット？強襲ヒットだ。強襲ヒット。木曽さん今ヒット。ああ、ありがとうございます。ヒット？ヒットだな、あれどういう業界。名刺が取れる。師匠、ライト行け早く。あ、まさか。ダメ、今日は人に言ってて、お前全然、お前しかもしてセカンドで今日は盗塁ダメ、セカンドでこれじゃ手が入んないよ。これひょっとして師匠をライトにつかすために今菊田さん走ったのかな。三振？三振もう早すぎる今日。早いな。どうなんだか忘れちゃったよ。ちょっと抵抗してよ。なんだよ。簡単に終わった。